はい、泉谷しげるさんといえば、うん、矢野顕子さんの お近くですよね、青森。そんなことない、あの実家が、うん、多分あの母方の方の実家が、泉谷さんのご実家、うんと、なんか取引があったと。取引って何ですか？気になりますね。言い方が。あの、確か大工さんで、泉谷さんでも。で、うちのその母方は材木を扱ってた。はいはい、あ、本当にすごい、本当に取引ですね、それは。そうですね、本当に。なんか半沢直樹に絡めてきたのかなって。関係ないですよ。そんなに矢野さん嫌いですよ。回収しなきゃいけない。話題に癒やし。ないですから。